女子会されてるイメージがあるんですけど、めっちゃ行ってます。やっぱりめっちゃ女子会してる。めっちゃしてますよね。めっちゃしてる。なんかこう行ってよかったっていうお店ありますか？神戸の北のエリアにあるんですけど、QUISINE PASSEPORTっていうフランスの惣菜店なんですよ。でお惣菜店なんですけど、ここでもご飯も食べれて、お酒も飲めるんですけど、お肉系がやっぱ特に美味しくて、生ハムがめっちゃ美味しい。結構乗ってますね。しかも生ハム。たっぷり。ふわっとしてていくらでも食べれるし、もうお酒にとにかく合うんで。私が SNS とかで上げて一番美味しそうって言われたのが黒トリュフのオムレツなんですけど、これオムレツですか？冬場の間と夏場になるんですけど、合ってない時もあるみたいなんで、お店に確認した方がいいかもって感じなんです。あとはね、韓国料理次男っていうカウンターがあって、その目の前が鉄板なんですよ。全部鉄板で焼いてくださるんですよ。だから熱々のままずっと食べれるんで、ちょっと一味違うんですよ。海鮮チヂミとかも中がすごいモリモリ海鮮が入ってるんですよ。一番人気なのが多分チャプチェなんですけど、鉄板でうわーって作って、そのまま入って感じで出してくれるんで、はいはい、めっちゃ美味しいですよね。あと私お酒飲むので、この大葉のチーズ焼きもパリパリしてる。パリパリ、ね、パリパリ感、パリパリなんですよ。こういうサイドメニュー的なものも全部美味しい。落ち着いた雰囲気で、ちょっと大人な女子会の時、ヒークっていう、めっちゃ人気ですよね。めっちゃ人気店、めっちゃ人気。おしゃれのビストロみたいな感じなんですけど、お料理自体は旬のものによって変わるんで、私がいつも食べるのはやっぱりお肉料理、前菜の盛り合わせ頼むんですけど、これがかなりボリューム満点で、ほとんどお肉なんですよ、この量が。で春巻き美味しいですよね。めっちゃ美味しいです。中はね、その時によって違うと思うんですけど、足が食べた時はクリームコロッケの春巻きバージョンみたいな。なんか食べたことない春巻きですよね。そうそうそう。予約絶対ですよね。もう予約は絶対できるんですか？はい、4人のテーブルは1個しかないんですよ。じゃあもう本当4人キープして、はい、で予約して行く、はいはい。本日のアンナセレクションは